ここに来て毎日を、なんでこんなことになったんだろうって、心も体も失われ、徹底的に自由を奪われ、自分自身も失われ、こんなことになるなんて知っていれば誰も戦場なんか行かないだろう。阻止できなかった。世界は滅ぼされる。みんな何かに背中を押されて地獄に足を突っ込んだ。大抵その何かは自分の意志じゃない、他人や環境に強制されて仕方なくなる。ただし自分で自分の背中を押した奴を見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。最悪だ。よりによって座標が最悪の奴の手に渡っちまった。間違いねえ、断言できる。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。お前にはここがどこだかわかるか。やるしかねえ。巨人を操ってやる。ライナーの奴を捕まえて償わせる。それが俺のなすべき償いだ。もういい、見下ろしてんじゃねえよ。これ以上苦しまなくていい。俺はこの世の全てを破壊で、俺は一匹の犠牲自由だ。俺が選んだ。俺がした選択でみんな死んだ。俺のせいでみんながどうしてこうなる。どうして俺たちは奪われる。命も夢も。